三刀教伝の起拍子がやっぱり面白いというのが大きいかもしれないですね。ストーリーラインが非常にシンプルで面白い、まあ、あのユーモアの、まあ、レベルが非常に高く感じられるし、結局のところそのことが僕を苦しめるんだけど、完成度が高すぎて、でとあの幅が広すぎるから扱いが難しいっていうことが生じはしたんですけど、そういう創作の中での苦しみをこう味わっている経緯も、まあ、色っぽく感じる。ただまあ本当に知識がもうすごい、もうあまりにも膨大なのと、それと資料が非常にたくさんある方、しかも本当に交渉としてたくさんの古いものを図解とか図録みたいなものにして残したりとか、その興味のとどまるところの知らずって感じで、何かこう顔がそれで見えないんですね。そうは言うものの膨大なものを作ってるのに顔がそんな見えない、その辺のもうすごいマルチなんだよね。なんだけどなんかこう顔が見えなくて優しくて、どんな人なんだろう、想像がとにかく膨らむ、実像が見えない、まあ、この人のそのとにかく顔が見えなさが、それでいていろんなエピソードが非常にあったかかったりするんだ。で、起拍子は本当にね、決定打はやっぱり作家が出てたこと、作者がそこにふっと顔を出して、じゃあこれを経伝に起拍子にしてもらおうかみたいなって言って終わる、この顛末を起拍子にしてもらおうかって言って終わるセンスは、いいな。やっぱりうまく書けないから、書けないっていうそのこと自体を起拍子にする、どうやっても書けないんだけどって悩んでるから、その原因はどっかにあるんじゃないか、まあ、あんまり作家がやっちゃいけないことなんだけど、そういうことも面白おかしくやってる、なんかその作家が自分の書いたものの中にいるっていうこと自体がとても、特に三刀教伝なんかはおしゃれにそのことをやっていて、で僕はそういうものがすごく好きなんで、この構想がだから、まあ、これはやってみたいなと。非常に尊敬している、まあ、アーティストもあるわけですけれども、まあ、仕事を一緒にする以上は彼の世界、彼が俳優として演出家として、それから脚本としてどういう仕事をしているかということを、まあ、知っておきたいな。ちょっと、まあ、調べるだけでは面白くないので、芝居を見に行ったんです。まあ、俳優、演出、演技は素晴らしかったけれども、一番僕はやっぱり感動したのは長塚さんのやっぱりこう言葉の巧みですね。古い言葉や古い人たち、今この世にいない人たちの、感情や喜怒哀楽、思想、抗い、そういうものを、今の人にも分かり、しかしそこでは妥協しない、本当にこう奥行きのある立ってる日本語で書く、書き手だなというふうに思いました。僕は文学者、文学研究者なので、やっぱり芝居にしても、まあ、いろんな音楽にしても歌詞であったり脚本であったり言葉から入ることが多いですね。これはやっぱりこう長塚さんはやっぱり言葉の天才だなというふうに思いました。全然違う分野の人にもかなりこうフラットに接してくださる印象があります。本当にこの、ナイジェル競争ラボ自体、芸術競争ラボ自体が、まあ、違う分野とどういうふうに古典籍を仲介、真ん中においてつながれるのか、どういうふうにコミュニケーションができるのかっていうプロジェクトなんですけれども、でそこを楽しんでくださる方で、まあ、最初からうまくいかなくても一緒に考えましょうっていうようなことをおっしゃってくださる、まあ、そういう方だなという印象があります。まあ、これはとってもシンプルに起拍子を声に出して読み解いていく、これはとっても面白い作業でした。基本的には目で見る起拍子を音に変えていき、で僕ら江戸の人間じゃないんで、それを現代の僕らが言葉にして中身が分かるものに聞こえるようにしていくっていう作業で、順番が本当にこれで正しいのかどうかっていうことを僕らなりに、答えを出そうとしていく、会話として成立するように、作っていく、これは一個とても面白かった。私はダンサーなんですけど、
そのダンスの目線でもこの古典籍に何かこう取り組んでいけないかっていうことだったので、動きとか体身体表現で実際三刀教典が書いたキャラクターを演じたりできるかなっていうのにちょっと挑戦したんですけど、善玉Cの動きってこんな感じかなとか、悪魂の動きはもっとこうかなとかっていうのを考えたりしました。その製本作業というのも初めて知りましたし、こう本を作るっていうこと自体がもうすごく貴重であって、そしてそれを楽しみに待ってる人たちがいて、僕ら今感じてる本に対する思いとはまた全く別なんだっていうことをここでそのワークショップの中で勉強させていただきまして、すごくありがたかったですね。なんかどれが印象に残ってるってことよりも、その動きをやったりする中でなんか当時の人の気持ちが分かる瞬間っていうのが勝手にですけど、それが、まあ、今回にもすごく僕は救いになってるな、やる上で。今回その昔の人物をちょっとなって喋ったりっていうのがあるんですけど、なんかその本作ったりする動きとかそういうのをやってる時に、あ、こんなこと思ってやってたんだなみたいなことをふって勝手に思う瞬間があって、そういうのが今回すごく自分的にはこう生きてるという感じがあります。まあ、それ我々は文学研究として奇描写を読むわけですね。でテキストは線的にこう流れていくわけです。だけど芝居にする場合には、例えばセリフの順番であるとか、そういうことが非常に重要になってきまして、で我々がこう直線的に読んでいたテキストの読み方とは違う、こう置き方が違うんですね、セリフの置き方が。それが非常にこう新鮮に感じられました。ですから文学作品の読みっていうのもテキストに従って読んでいくっていうのは非常に重要な我々の、まあ責務でもあるんですけど、それとは違ってやはり楽しみながら読む場合にはもっと自由にセリフを入れ替えてみたりとか、そうすることで広がる世界があるんだなっていうのが非常によく分かって、我々にとっても勉強になったっていうのが正直なところですね。この図書館を回遊形式で部屋をお客さんが移動しながらやるっていうことで、まあ、その4シーンあって、はい、1つ目のフロアが、まあ教典って見立て好きで見立ての本とかも出していたので、まあ、そういうところから、じゃ あ, まあいろんなものをまあ見立てで教典を見ていこうかなっていう感じで、まあ、一つのテーマで、なんかスタートが本当に紙が、まあ、それも長塚さんがワークショップでやってたっていうのを聞いて、まあ、浮かんだんですけど、まあ、本に見立てたただ黄色い紙が置いてあるだけっていうようなフロア、一つ目のフロアで、二つ目が、まあ、本の重りと回遊するような、どんどん迷うような感じで、もう文字からそれぞれがイマジネーションする世界を作れればいいなっていうのが二つ目のフロアで、三つ目が、まあ、ちょっと昔話をしたらちょっと不思議な空間にしてほしいっていうことだったので、じゃあちょっと時空の別の穴を抜けていくようなイメージで、でも少しポップな要素もっていうことなので、なんとなくこう浮き輪があったら面白いなって思って一番最後が、まあ、その原点に立ち返ってから一つの奇妙史っていう、まあ、話からで、なんとなく経典全集が入った箱みたいなものの中に箱の中で本を読んでる、本の箱の中で、だから実際に役者さんが人が入れる、まあ、なんかそこが、まあ、箱自体を宇宙というか経典の宇宙に見立てて、だから見てるサイズ感が変わるんですけど、で、まあ、最後はそこに戻るっていう感じで、そういうちょっと4つの空間を考えてました。Thank you.
世界を追い出して奥に閉じ込めたくせに。追い出しても閉じ込めてもない。いずれ商売は姉さんには荷が重くなるだろうからとこっちで引き受けたんだ。いいや、兄貴の遺産をごっそり奪うの咎められたくなかった。違う。笑って見つめろ、とんでもねえ。以上です。本番の、上演を見て最後のところになりますとちょっとうるっときたといいますか、感動しました。それはやはり我々研究者にとって非常に深い問題が扱われていたということがあると思うんですね。でそのことは、脚本で非常によく分かっていたんですが、やはりこういう形で上演されるっていう非常に立体的なそういう問題として突きつけられた時に、こう理屈ではなくて感覚としてそれが非常によく分かるということが、あったんだというふうに思います。そういう非常に素晴らしい芝居を作っていただいたということで感謝しているところです。でも最後の場で私はもう毎日どうしても泣いてしまうんですけど、何回拝見しても泣いてしまうんですけれども、なんかそのなんで泣いてるのかっていうのがあんまりそれまで自分で分からなくて、まあその京伝とユリが最後に会えるのでそれがちょっとこう愛しくてそうなるのかなと思っていたんですけれども、まあ、今日ちょっとはっきりと京伝が奇拍子はもうこんな風に読んどったらええんやみたいなことを言って、なんかもっと適当に扱ってくれみたいなことを言うところがあるんですけれども、それが多分なんていうか嬉しかった。私はその、まあ、京伝の原作を研究しておりますし、まあ、それ論文にするときには大変、まあ、真面目なアプローチをして、このような施設で大事に扱ってはいるんですけれども、やはり当時の軽やかさっていうのは分かってはいてもどういうふうにそれを実感を手にしたらいいのかっていうのはやっぱりちょっと見えてこない部分があります。でもそれを、まあ、京伝自身がこの作品の中ではっきりと言ってくれたことによって、なんかそれを書いた人、作った人、それからそれを楽しんそういうふうに気軽に楽しんだ人っていうのが確かに存在して、肉体として存在して、それをこう、まあ、220年後に私が見ているっていうことを本当に体現してくださったので、そのこうなんて言うんでしょうか、奇拍子のその存在の愛しさみたいなところが大変こう心に響いたその表現が心に響いたのかなと自分で、大変納得いたしました。私たちがこの物語だと呼んで、あるいは人物の研究歴史として考えていることが一つ一つやっぱりこう芝居として目の前に展開する、しかもこの国文学研究所の閲覧室の中でやっぱり見せられると、研究者として、今までこう向かい合ってきた自分の姿勢とか体温温度とか、表現の仕方とかっていうとすごくやっぱりこう考えさせられることがとても多いように思いました。ちゃんと私たちがですね、やっぱり、まあ、ここ国文学研究資料館の半世紀近い歳月の中で築き上げ伝えようとしていることを一人一人の俳優、まあ、本を作った演出家の長塚さんがものすごくリアルに正確に捉えて、いつも私たちがこうなんて言うんでしょう、いや電子化すればするほどスピードが速くなるしアクセスも良くなるんだけれども、時間を内包する本ですね、これ素晴らしいセリフだと思うんですが、実際のこのマテリアルですね、書物を手のひらに持った時に感じる情報ではない感覚とか感性とか、まあ、時代の彼方からこう呼びかけてくるようなものですね、その両方ですね、の、まあ、バランスといいましょうか、一か八かではなくてこう両方があって実物があって、この素晴らしい高精細画像が24時間無料でどこでも私たちの新日本古典籍総合データベースからアクセスができるっていう、実はそれがこう、補い合っているものだっていうことですね。それをそのなんか芝居として説明、理屈としてではなくて、ものすごくちょっとこうなんか変な話の中にそれを混ぜこぜにするということを僕はすごいなというふうに思うんです。
少ない10人という一般のお客さんでしたけど、やっぱり鮮度の高いお客さんが入ってくれると、それと、この国文学関連の方たちがこう混ざり合う客席になると、いろいろな融合が生まれて、俳優たちも一言一言のセリフがお客さんに届く感覚を得られて、まあ、ちょっとしたグループが生じていたんで、まあ、本当に少ない観客数ですけど、なかなかいい空間になったなと思い、リーディングに切り替えたことによって、まあ、一番難関な2番、3つのシーンが同時進行するというシーンが、まあ、きちんと届けることが、まあ、結果的にはできるんで、リーディング形式になると。だからこの作品、この戯曲の構造自体は、何が起きてるかっていうこと自体は、リーディングの方がより明確には伝えられる。雰囲気は全然違いますけど、実際にやる方がスリルはたくさんあるけれども、まあ、戯曲そのものの構造と、まあ、ある種の魅力はリーディング形式で、まあ、岡部さんという存在もありつつ、こう、まあ、彼がいるからこそうまく伝えることができたんじゃないかなというふうに思います。まあ、だからこれにはこれのいいところもあった。この2年半で自分がこの場所で得てきたものをなるべくふんだんに追い込みたいと思っていたんで、そのことが今日、まあ、館長や、関わってくれた入口先生や、有沙先生、それから副館長とか、その今日見てくださった方たちも非常にそれを感じてくださったんで、何かああいうしんとした静かな場所にああいうことが起こせるということも良かったし、その中身も、まあ、この2年半の、まあ、僕に入ったいろんな情報が、まあ、僕というものを通して、僕の目を通して、ちょっと不思議な奇拍子的なものに仕上がったんじゃないかなというふうには思うんで、現段階ではこの2年半の一つの成果は出たのかなというふうには思いますね。もちろんこれをきちんとした形で上演するっていう機会がまた巡ってくればいいなと思いますし、この目線でまた奇拍子的なこうアプローチがまた第2弾みたいな形で作ったりすることができるのかどうかっていうことも検証に値するなというふうに思えているんで、有意義だったなと思います。